必ずやろう日本最高<っ>坂井隆です。この動画を見て、なるほどねなんて思ってくれたら是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。7月19日のデイリーニュースをお伝えいたします。今回は中国における先端半導体の生産にはですねまあ、今後暗雲が垂れ込めているということについて語ろうと思います。ブルームバーグはですね、米対中半導体規制で最も厳格な処置検討と同盟国に警告、関係者 との記事を上げましたアメリカのバイデン政権が半導体製造装置大手の日本の東京エレクトロンやオランダの ASML などの企業が先端半導体技術へのアクセスを中国に提供し続ける場合利用可能な最も厳しい貿易制限措置の利用を検討していると。 まあ同盟国に伝えた、まあ、こんな風にブルーームバーグは報じていまえ今回アメリカはですね外国直接産品ルール FDPR という処置の活用を検討しているそうですこのルールは米国製技術を少しでも使用した外国製品に制限処置を導入することができるというものなんですね これまでもですねアメリカのその技術を25%以上使用している場合にはこういったルールがこう適用されるなんていうことがあったりしたんですけれども今回はこれは25%というのではなくてですねもう1%であっても使っていたらもうそれは。 えー、このアメリカの規制の中に入らなければいけないというこういう感じの話になっているわけですで当然日本の東京エレクトロンやオランダの ASML の半導体製造装置にもですねアメリカ産の技術も一部は利用されているということになるわけでこの FDPR 処置が発動されれば当然ながら対中輸出というのはこれできなくなるということになるわけですでこれを受けて7月17日の、えー、アメリカの株式市場においては、えー、フィラデルフィア半導体株指数、えー、というまあ あその半導体株のですね指数があるんですがこれがあこの1日だけで6.8%下落し時価総額で5000億ドル余りと言いますから、まあ、日本円で80兆円程度がこう消失するということになったわけです。 アメリカ半導体大手の NVIDIA、今、AI の,えこの半導体を作っているということで、よく知られている会社ですが、この NVIDIA はえ1日で約7%下落して、この1日だけで時価総額がですね2000億ドル強と言いますから、日本円で31兆円ぐらい目減りをするということになり、AMD や ARM といった、やはりこの半導体企業がえ10%安。 マイクロンテクノロジーは6%安ブロードコムは8%安という状態となりましたオランダの半導体製造装置企業を ASML のアメリカ上場株も1日で13%値下がりしたということです東京市場でも MSCI 日本半導体半導体製造装置株指数というこの MSCI という、まあ、世界的な あその企業があってそこの出している指数があるんですけれどもえこれが一時8.5%安となり東京エレクトロンが2日で一時下落率が18%に達したほかスクリーンが11%レーザーテックが8.6%ディスコが10%アドバンテストが6.5%下落したとこう報じられていますでは今回のアメリカの対中半導体規制は 本物ななのかとということなんですが私はですね今までバイデン政権がやってきたあそのやり方から見るとあんまり信じちゃいけないんじゃないかななんていうふうに思ってる部分もありつつも、えー、その一方で今回は強力な規制になるかもしれないというそういう期待も抱いています。でまずはですね私がまともに信じてはいけないんじゃないかと思っているところから話をしますね。 例えばなんですがバイデン政権は2022年の10月にこの先端半導体の対中輸出規制というものを導入してですね スーパーパコンピューターや人工知能に搭載できる半導体の,この先端技術あるいはこの製造装置の中国向けの,えこの開発であるとか輸出であるとかというものを厳しく規制する処置というものを打ち出しましたこれにより一応建前としては14ナノメートル以下の先端半導体の製造は中国はできなくなったんだとえこんな感じでもって当時は喧伝されていたわけなんですね。 でしかしながら2023年にファーウェイが開発販売したスマートフォンメイト60プロえこれをカナダの技術知財コンサルタント会社のテックインサイツが分析した結果搭載されたチップキリン 9000S がですね中国の半導体製造企業の SMIC 製の7ナノメートル半導体であるということが判明したんですねあれあれってことになりませんか 14ナノメートル以下の先端半導体の製造は中国はできなくなったんだとされていたのに中国は14ナノメートルよりもさらに微細な7ナノメートルの半導体の量産に成功していたってことになるわけですからあらあらこれは一体どういうことなのよとこういうことになるわけなんですね。そしてこの半導体が製造されたことで 5G 通信のフルプロセスバージョンつまり全面的な処理機能 これを備えた半導体を中国が自前で入手できるようになったんだということでこれは大騒ぎになったんですよね確かに現在の最先端半導体製造装置に欠かせないものとしてオランダの ASML がこの開発している EUV 極端紫外線路光装置というものがこれが挙げられている状態でもうこれなしには最先端半導体製造なんてできないよと。 いいうにうに一般的には言わわれているわけなんですねですからこの EUV 極端紫外線路光装置これの中国への輸出が認められないことになったために中国の先端半導体製造には大きな打撃が加えられたんだというふうに言われていましたしそのこと自体は間違ってるわけでもないです。ですが中国のこの半導体製造企業の SMIC には元台湾の TSMC の優れた技術者が これが大量に引き抜かれているという状態になっていてさらに TSMC がですねこの EUV 露光装置よりも前の世代の ARF プカアルゴン液芯露光装置これを2回使うことによるダブルパターニング技術というものを利用してこの7ナノメートル半導体の製造にかつて成功していたそしてこれで量産技術を確立していた。 ということは半導体の業界関係者には、えー、知られていることだったんですねつまり EUV 露光装置よりも前の世代のフッカールゴン液晶露光装置を使って7ナノメートル半導体の製造を行ってきたこの TSMC の優れた技術者がですねまあこれ大量に SMIC に入り込んでいる以上最先端の EUV 露光装置を中国が入手できなくても 中国の SMIC が7ナノメートル半導体の製造に成功するのは時間の問題だったと見た方が正しいわけなんですね。でそしてそのことをバイデン政権は事前に十分理解した上であえてこの道を塞がなかったと見た方が私は適切ではないかと思っているんですね。でまたアメリカの対中半導体規制というのはですね えー、この製造ラインを持つ工場などに向けたものに基本とどまっているという状態で生産品目を持たない一般的な研究施設の場合には、まあ、当てはまらないという抜け穴が用意されていたわけなんです。日経クロステックはですねこの半導体関連の専門家のセミジャパンのですね、えー、青木真一氏のインタビュー記事というのをも掲載していますがそこにはこのような図が記されています。 この図の流れを説明しますねアメリカなどのこのさまざまな半導体製造装置企業からですねこの中国のリース会社がこうした製造装置をこの輸入をしそれぞれの製造装置をですねこの別々の大学研究所に納入をするという感じにします、まあ、一口に半導体製造装置といってもまあ装置ごとに役割はまちまちで まあ、いろんな装置を全部この並べていかないと半導体の製造はできないわけですから、まあ、別々の大学研究所に、まあ、違う種類の半導体製造装置を個別に納入したとしてもなんですがそれぞれの大学研究所で半導体を製造するということは不可能だということには一応なります。ですが別々に納入されたはずの半導体製造装置を一か所に集めるということを中国側が行えば あら不思議半導体製造ができる製造ラインがちゃんとそこでできちゃうということになるわけなんですね。ですからこれは大学向けの納入ですこれは研究所向けの納入ですという建前で先端半導体の製造に必要な半導体製造装置をバラバラに輸出したとしてもなんですけどそれを1箇所に集めてしまったら意味がなくなるということなんですね。 こうした抜け穴というのは、まあ割と思いつきやすいものだと思いますし、まあ、西側に対して輸出をする場合にあれば、まあ、こんな無茶苦茶なことはやらないとしても、ね、相手が中国であれば、まあ、こういうことは当然やりうるよなって考えるのは普通のことだと思うんですけれども、えー、バイデン政権はこのような抜け穴を、えー、事実上認めてきたということになるわけなんです。 ではどうしてバイデン政権はこうした中国に抜け穴を認めるようなことをやってきたのでしょうか、えー、元産経新聞記者の小森義久氏はですね日本戦略フォーラムの記事の中に以下の記述を行っていますハンター氏は2013年12月に副大統領として中国を訪問した父親に同行し中国側の投資企業中国家信農業公司とのコネを築いた。 同過信農源の社長の楊寛明氏は中国共産党や人民解放軍の最高幹部らとの絆が太いとされたがその後汚職の嫌疑も伝えられたハンター氏は2016年に中国過信農源公司傘下の過信インフラと連携し共同でアメリカに投資企業ハドソンウェストを設立した 2017年8月から2018年9月までの間に家信インフラはハンター氏に相談料の名目で総額480万ドルほどを支払ったここに書かれているハンター氏とはバイデン大統領の息子のハンター・バイデンのことです総額480万ドルは現在のカースレートで計算すると日本円で7億5000万円程度ということになりますこうした巨額資金を濡れ手に泡で中国からいただいてきたのがバイデン一家です でバイデン政権が中国に制裁を加えるとしながらも常に抜け穴が用意されているこうした背景にはこういう事情も絡んでいるというふうに見るべきでしょうこちらのロイターの記事をご覧くださいえこの記事は3ヶ月前の今年4月の記事なんですが中国の研究機関 NVIDIA の先端半導体調達米の規制強化後との表題がついていますね 中国の10の大学研究機関が AI 開発に使われる NVIDIA の先端半導体を搭載したサーバ製品を購入していたということを伝えるものですこちらの日経新聞の記事をご覧ください米半導体規制サムスンの中国工場投資など緩和韓国表明となっていますねバイデン政権が韓国半導体大手のサムスン電子と SK ハイニクスに対して 中国内に設置されている工場への増産投資を認めたことを伝えるものです。え増産投資ですからねえ。今までよりも生産規模を拡大させる投資をやってもいいということをバイデン政権が認めてくれたというこういう話なんです。バイデン政権はこの1年前に中国工場に対しての半導体製造装置の輸出規制というものを、えー、この加えるんだということで、えー、始まったわけなんですが ただし、この輸出規制に関してはですね、1年間だけ猶予処置を与えるという、まあこういう状態にしていたんですね。で、じゃあ1年経ったらどうなったかって言ったら、特別な許可手続きをアメリカ政府に対して求めることなんかしなくても、中国での増産投資を行っていいんだという許可を、このバイデン政権がサムスン電子と SK ハイニクスに対して与えたという、こういうものなんですよ。 でこうなるとこれ規制なのかっていうふうに言いたくなりませんかでこちらのロイターの記事をご覧ください。えこの記事は2024年7月18日、つまりまあ昨日上がったばかりの記事ということになりますが、Google とマイクロソフトがですね、中国企業にエヌビディア製半導体へのアクセス提供をしていたということを報じたものなんです。Google とマイクロソフトはですね、中国の国外にまあデータセンターを置いて、 このデータセンターに NVIDIA の AI 半導体を搭載したサーバーを設置をし、このサーバーのレンタルサービスを、なんとですね、これ中国企業に提供するということをできるようにして、中国側が NVIDIA のですね、この最先端の AI 半導体を利用できるようにしていたという、こういう話なんですね。で、バイデン政権がこれらの抜け穴を全て意図的に用意したかどうかは、 わからんじゃないかっていう、まあ、用語論も一応はあり得るとは思いますが、その一方で、いや、すべて意図的である可能性だって排除できないんじゃないのえこういうふうにもう見ることができるわけなんですねで。私がバイデン政権の対中制裁というものをあんまり信じちゃいけないと思っているのは、まあ、以上のような説明を見ればわかるんじゃないかと思います。ただ、大統領選挙が近づく中で、 えー、この中国に対する甘い姿勢というものが、まあ簡単に見透かされるようなやり方を続けるわけにはいかなくなってきたということもあり、まあ今回かなり厳しめの対応になったという可能性も、えー、あったりはするわけなんです。で、私は、今回このバイデン政権によって発表された規制が、効力のあるものとなっているかもしれないなというふうに、まあ思っているのは、 えー、渡辺哲也さんのメルマガに以下の記述があったからなんですね。SMIC はその装置を利用し、7ナノメートル世代の半導体生産を開始、米国が規制するファーウェイに対して、7ナノメートル世代の SOC、えー、CPU やモデムが一体化した複合チップを提供している。これにより、ファーウェイは本来作れないはずの製品の生産を行っているわけだ。 これは明らかな規制破りであり、これを議会が大きな問題としている。ここの議会というのは米議会のことですね。で、なぜこれが可能かといえば、過去において納品された半導体製造装置が活用されているからであり、これが今も使えるからである。基本的に半導体製造装置は装置と利用ライセンスとセットで販売され、ライセンスが切れるとロックダウンする構造になっている。これは不正なコピーなどを防ぐためのものでもある。 で私はこの半導体業界のライセンスについての理解を、えー、この書いている人間なのでこの渡辺哲也さんの話が本当に正しいのかどうかについて、えー、判断できる立場にはありません、えー、ですので、えー、これは本当にその通りだということなのかどうかあこのご覧いただいている視聴者の方でお分かりになる立場の方がいらっしゃいましたらですねぜひ書き込みをしていただきたいと思いますで自分なりに、まあ、インターネットで、まあ、この点に関して検索して調べてみたものの まあライセンスが切れるとロックダウンするという話が本当かどうかというのは分かりませんでした。でただ、これが正しいとすれば、過去に納入した半導体製造装置のライセンスの更新を停止すれば、中国はその段階で先端半導体を作ることができなくなるというのが、これは理論上そうなりますよね。で先端のこの EUV 録光装置より前の世代の えー、復活アルゴン液芯露光装置のライセンス停止に動けば、えー、7ナノメートル世代の半導体の中国での生産を止めることができるはずです。 で、米国製技術を少しでも使用した外国製品に制限措置を加えられるとする FDPR ルールを適用して、日本やオランダの半導体製造装置の中国への新規輸出だけでなく、すでに輸出済みの製造装置に対するライセンス停止処置に踏み切るのであれば、これは十分な効力を持つことになる。こう言っていいのではないかと思います。で、さらに着目したいのはですね、今の流れのままであれば、 トランプが次期大統領になるのが確実だと見なされていることなんですねで、このまま順当にトランプが次期大統領になったとすれば中国製品に対する関税を大幅に引き上げることになってきますよねトランプが公約として語っている中国に対しての60%という関税は まあ就任後直ちに行うということはこれはないでしょうが中国といろんな交渉をやりながらその交渉が膠着する状態の中で徐々に関税率を引き上げていくえそういう動きになるのは確実だと見ていいかと思いますちなみにトランプは2016年の選挙公約で公約したことは全て実行してきた人だということを忘れるべきではないと私は思いますでこうなると北米輸出を大切なビジネス機会として考えている企業は 中国での生産を縮小撤退するしか道がなくなってくるわけなんですね。で、トランプは日本や欧米にもですね、このアメリカに追随することを求めてくるというふうに見て良いかと思います。えとすれば、外資の中国撤退は今後さらに加速することになっていくと見ていいんではないかとも思うんですね。 半導体製造についても、台湾の TSMC や韓国のサムスン電子、SK ハイニクスなどがですね、この中国に生産拠点を設けてきたんですけれども、こうしたメーカーにあっても、この中国以外への移転というものを真剣に考えることになるかと思います。 まあ最近 TSMC が日本の熊本工場への投資というものをどんどん加速させている。第一工場を作っただけではなく、第二工場、さらには第三工場の構想まで、すでに今出ている、この状態になっているのは、これは中国の生産拠点を TSMC が閉じようとしている、そのえ裏側にえ位置するものかもしれません。 で仮に今回のバイデン政権の処置にも抜け穴が用意されている。まあその可能性は私はまだあると思っているんですが、そうだとしてもトランプ政権がその穴を埋めていくということも、えー、当然ながら期待できるんじゃないかと思います。こういう点において中国における先端半導体生産には今後暗雲が足り込めていくというのはほぼ確実ではないか。えー、そんな風に考えています。 必ずやろう。日本最高。朝香豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう、併せてお願い申し上げます。